然ですが皆さん、ベルホメットはなぜストーリー上において世界の支配に失敗したのか、疑問に感じられた経験ありませんでしょうか。今回はベルホメットはあの時どうしていればアイアロン、ナテの支配に成功していたのか、考察していきたいと思います。そもそもベルホメットは、ネルバと呼ばれるストーリーの裏ボス的存在に力を与えられ、パワーアップした人間になります。力を与えられた後は、アイアロンの国を支配し、欲望のままに独裁国家を築きました。しかしこのベルホメット、キャラクター的観点から見れば、ユーザーからの反感を招きやすい、カスなんですけども、支配者という観点から見れば、非常に優秀な人物になります。部下を全て機械に担当させていることから、人件費がかからないため、低コストの国運用が可能になっています。また、民の睡眠時間、衣食住と、三大欲求のうち二つを支配していることから、民による反乱のリスク低減も実現しています。組織の長としてみれば、確かに胸くそ悪いカスですが、支配者という観点から見れば、かなり優秀な部類に入るのではないでしょうか。次に、ベルホメットがアイアロンの支配者から転落するまでの軌跡を見ていきましょう。物語は、ストラが転送装置によって、イズニアクのストーリー組に助けを求めに来たところから始まります。アイアロンの支配者であるベルホメットから国を奪還してほしいとの救援要請でした。その後、外部からの干渉を受けたことで、メンバーが4人に減るものの、彼ら4人プラス機械組、通称レジスタンスは、ベルホメット討伐を目指し、彼の居住に向かいます。レジスタンスは、ベルホメット討伐の手順として、まずはじめに戦力を削るための製造所の破壊、次に本米のベルホメット討伐という流れで奪還を狙います。そしてまあ、いろいろあって、ベルホメットはレジスタンスに敗北するのですが、そこでネルバの力により、もう一度パワーアップし復活を遂げます。その後、ベルホメットはナデラに移動し、侵略を開始しますが、ストーリー組が全員集結したことにより、再び敗北を喫します。再びネルバの登場により、これまたもう一度復活イベントが発生しますが、手のひらで踊らされるくらいであれば、死を選ぶと宣言し、最後、自害をしたところで、この章は幕を閉じます。課題点はいくつかあると思いますが、そのうち特にこうすれば良かったのではないかと思える点を考察していきましょう。すべての元凶はこのシーンにあると言っても過言ではなく、極論このイベントさえ防ぐことができていれば、少なくとも直近の自害エンドは回避できたはずです。というのも、実はこのテトラの時空移動、自身の能力では行っていないということがストーリー上で判明しています。つまり、ベルホメットが元々持っていた転送装置をテトラが盗んだことで、この事件が巻き起こってしまったんですね。ベルホメットはアイアロンに存在しているすべての機械の主導権を握っていることから、これら不正行為の対処は容易かったと思われます。転送装置に対しての警戒レベルを引き上げ、警備体制をしっかり整えていれば、この事態は防ぐことができたと思われます。今回たまたまベルホメットの怠慢によってテトラが転送装置を入手してのイズニア救援要請が成功しましたが、冷静に考えてこれほど価値あるものに対しての管理不足、ベルホメット自身の危機感の欠如が招いた結果だと思われます。今回のストーリーにおいて勝敗を分ける重要要素の一つに圧倒的な戦力差が挙げられます。作中の表現としては、レジスタンス組に比べてベルホメットは10倍以上の戦力を保有していると記されています。つまり、現状維持することにリソースを適切に割くことができていれば、ベルホメットの勝利はそこで確約していたということなんですね。レジスタンスは勝利条件の一つとして製造所の破壊を項目として挙げています。理由としては、ここを破壊しない限りベルホメットの戦力の過半数を占める機械歩兵が際限なく生み出されるからになります。つまり、設置されている製造所のうち一つでもレジスタンスが打ち漏らせば、そこでゲーム終了になるんですね。作中ではベルホメットはレジスタンスへの対抗策として機械砲兵の出力 200%、 3つある製造所全ての稼働率を 300% まで増加して、さらに調整途中でもあった3女神の封印を解き、それぞれ製造所の主演に配置します。これら3女神が調整途中であった点から招き入れられた価値じゃなかったので、結果として使用できるリソースを適切に使用した。3女神の投入はリーダーとして英断であったと評価できます。問題はその次である戦力の配置バランスでした。おそらくリスクを重く見たがゆえの結果だと思われます。ベルホメットは守備陣営の要となる3女神を製造所にそれぞれ1体ずつ配置してしまいました。ここでいずれか製造所に女神を2体置くことができていれば、レジスタンスの戦力を大幅に削ぐことができ、ほぼ価値格の盤石な体制を築き上げることができたのではないでしょうか。ちなみに、戦力を1箇所に偏らせた場合、手の空いたレジスタンスが助けに来るのではないかと疑問に思われる方もいるかもしれませんが、全体攻撃の苦手なメンバーもいるため、そこに機械歩兵を大量に配置し、時間を稼ぐことでカバーできると思われます。ベルホメットはナテラ移動後、母なる君と融合することで、絶対強度のマナによる防壁をアビリティとして習得します。この防壁は勝利を決定づけると言っても過言ではない大きな利点となり、実際レジスタンスもそれまでの戦いによる疲労も影響して、この防壁に対する策がない、バーサーが尽きた状態に陥りました。つまり、相手陣営にこの防壁を突破する手段がないことを確認できた以上、この現状を維持することができていれば、少なくとも敗北は免れていたと推測できるのではないでしょうか。しかし、ここでベルホメットは慢心したのか、長期戦に持ち込み
神はほぼ価値格であるにもかかわらず、予備電力で再起が可能になった三女神を呼び出し、その際心を取り戻した三女神の反撃によって防壁を破壊されてしまいます。三女神はアイアロン・ナテラにおいてレジスタンスたちの手によって2回敗北を期していました。しかしビルオメットはあらかじめ予備電力を付与していたことで3度目の復活を可能とします。そして三女神が動き出したタイミングでたまたま自我を取り戻したため、これら反撃の結果に繋がりました。ベルホメットの合図したタイミングで三女神が復活している様子も描かれているので、三女神に干渉さえしなければそもそも目を覚ますこともなく、これら反撃の機会を与える結果にも繋がらなかったと思われます。使用できるリソースは全て使い切るという組織の長として見た観点では優秀ではありますが、存在していたリスクを軽視した結果、天文学的確率によって敗北してしまったため改善の余地があると思われます。今回この状況でベルホメットが取るべき最適な手段としては、レジスタンスに対して長期戦を挑む。少なくとも予備電力で動いているような戦力として微力である三女神を無理に呼び起こした点が問題であったと思われます。というわけでここまでをまとめると、ベルホメットの問題点はこれらになります。基本的に優秀な人材であるがゆえの慢心が招いたケースが多く、あと1ミリでも未来が変わっていれば全世界の試合も夢ではなかったことがわかります。基地を好むがゆえの経験した失敗ケースが少ない、リカバリー能力の低さが招いた結果とも言えるので、一度大敗北を経験した次回からのベルホメットの侵略に期待です。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さらば。